ははいこんにちは、えー、今緊急で動画回してるんですけれど、えー、なんでねこんな日曜日の夕方にね緊急で動画回してるかって言いますとあの皆さんあの捨てハゲっていう y o u t u b e ご存知ですかね多分この動画見てる人ほとんどの人が知らないと思うんですけど捨て、まあ、ハゲっていうその 底辺ユーチューバーがいるんですよ。まあ、底辺オワコンインキャラ系ユーチューバーのネステハゲっていう人がいるんですけれど、あのあんま有名じゃないから知らないと思うんですけど、まあそのステハゲって っていうユーーーチュバがですねなんか最近やたら僕に絡んんででくるんですよでその絡んでくる動画僕見てないんですけどなんか僕のことを取り上げてなんかやたら僕に絡むようなね僕に言葉を投げかけるような動画上げてるみたいなんですけど僕サムネだけ見てて再生ボタンを押してないんですよ、まあ、どうせつまんないだろうなって思ってて見ると不快になるだろうなって思って本当見てないんですよ。 うん、まあ時間の無駄だしでまあ捨てはげの動画を見るぐらいだったらまあハガセブンの動画とか見てた方がねよっぽど有意義な時間使えるじゃないですかあちなみにこの間ハガセブンっていうねの100万人以上のねチャンネル登録者抱えてる筋肉系 YouTuber の人がいてその人にね、まあ、一応「捨てはげって知ってます」ってねあ聞いたんですよ。そうしたら いやなんか名前は知ってるけどあんまり詳しく知らないですみたいな感じでやっぱりあのハガセブンですら捨てハゲのことをなんかよく知らないって言ってるんですよね。まあ、あのもしねあのハガセブンが捨てハゲ知ってますよ見ますよって言ったらそれを動画に上げれば まあ、捨てハげすぐさ調子に乗ってさあのちょっと自分のことを知ってるっていう YouTuber がいると誰々は「捨てハげ信者だ」とか「捨てチルだ」とか言うじゃないですか、まあ、その、ね、ノリでネタのためにねがせもに聞いたんだけどよく知らないって言われたからそれも使えなかったんですよ、まあ、それだけオアコンなんですけど捨てはげは、まあまあ、それはちょっと置いといて、まあ、その捨てハげがやたら僕にね絡んでくるんですよ。 で多分それで再生回数上げてお金を稼ごうとしてると思うんですけどまあ多分つまらないから見てないんですよねだって最近の捨てはげの動画さほんとなんかつまらなさそうなんですよ昔は見てたんですよもう3年前とか4年前とかそれ以上前かなその頃は結構面白いね体使った動画上げてたんだけどなんか最近の動画喋ってるだけで体ほとんど使わないしで まあ、ゃってる動画も本当にたまに再生ボタンを押して見るんですけどなんんか内容が浅いんですよねちょっと前あのドーピングステロイドの使用についての是非そういう動画上げてたんでそれだけたまたま見たんですよ、まあ、見てやろうかなって思ってこうしたら捨て上げが言ってたのは なんか別に俺はあのドーピングは容認派だとかステロイド容認派だとか言ってたんですよ。だって自分が好きでやるんだったらいいじゃねえかみたいなこと言ってたんだけれどなんか論破できるやつがいたら論破してみろよとかなんか笑ってたんですけどとりあえずそれ僕論破しますわ今からあの一瞬で論破します。うん、あのステロイドドはそんな、ね、容認しちゃダメです、うん、でドーピングを その容認していない大会アンチ・ドーピングの大会ってほとんどじゃないですか高校生とか大学生とかの、ね、学生の大会でも世界選手権とかオリンピックとかね、まあ、プロスポーツでも一部のスポーツを除いてはですねドーピングはもう絶対ダメなんですよ。でドーピング検査もして違反してたら厳しい処罰をするっていうのが当たり前です。でそれなんでやってるかっていうとう やっぱりドーピングオッケーにしたらみんなやるに決まってるじゃないですかだってそういうプロの大会だったら結果出して優勝した方がスターになれるし人気も出てあの賞金ももらえたりとかするわけだしあとはそれ以外でもそのスポンサー契約とかなるわけですよ人気が出るから絶対優勝したり上の方に行った方が得だからねとなるとみんなね ドーピングやるよううにななっちゃうじゃじいですかでステロイドってねやっぱり容量依存性ででそれだけけガーッと効果が出たりすするわけですよある一定の量を超えるとねやっぱり体に大きな害が出てかえって結果が出ない力が出ないっていうこともあるんだけどやっぱりたくさん打てば打つだけある程度の量までは結果が出るんで大量のステロイドとか成長ホルモンとかインスリンとか使うようになっちゃうと体に害があるわけですよ。健康被害が出て あの運が悪いと運が悪いかっていうといや使い方が悪いすぎると死んじゃうんですよねもう若くして死んじゃうっていうことがある本当にみんなが不幸になるんですよ周りの人とか家族とかね不幸になるわけなのでで健康被害が出た場合もそれも健康保険で治療するってなると、まあ、みんなのね積み立てたあなあれですよ保険料からその医療費が払われたりとか税金から払われたりっていうことになるわけなのであのダメに決まってるんですよね。うん、で となるとドーピングしてない人もいるわけなんだけどでもドーピングしてない人よりもしてる人の方が圧倒的に有利だから真面目にドーピングしないで頑張ってるナチュラルの人たちがかわいそうだ不公平だだよとだから全員公平にして健康被害もねあの出ないようにそれは過度な運動はね誰だって不健康になるっていうのがあります相撲でも野球でもマラソンでもね。 だけど、まあ、アスリートっていうのはね、まあ、そういうもんなんですよ。だけど、薬物はダメですよっていうことなんです。本当にね、健康のために運動したかったら、あの一日三十分ウォーキングとか、それぐらいが、あのね、一番傾向なんですけれど。なので、あのドーピングはダメですよと。まあ、ということで、あの一瞬で論破しました。っていうことでまあ、これは、この話は置いといて。まあ、ステファね、昔は面白かったんですよ。あのスイカ割りとか、花火とか、水浴びとか、雨とかやってた時は、再生回数も上がってて、僕もその時はすごい応援。 ててててたんんだけどもう最近ほんとつまななくて見てなく見で昨日たまたまライブ配信してたんんですよねなんか久しぶり2年ぶりかなんかでそれもたまたま僕が YouTube の何ですかおすすめ動画とかタイムラインのとこバーッと見てたらそのね捨て上げの配信っていうのが出てたからまあ見ちゃったんですよ一応どんなことやってんのかなーって。うん こうしたらまあ昔の捨て上げだったらね同説1万とか2万とか余裕で言ってたと思うんだけどまあ今もう800人ぐらいしか集まんないのかってね思ってそれ見てたんですけれどなんかスパチャをした人がいるとそれを取り上げてそれに対して返答するとかそういうスタイルでやってたんですよ。で最初僕コメントしたんですよ。このの高須美希チャンネルのね アカウントでコメントしたんだけど、まあ、やっぱりコメントだとお金払ってなないいから取り上げないんですよねだけどなんかまあコメント欄で「あ高澄ケアが来てる」って「捨て上げ反応しろ」って来てで「どうしよう捨て上げはこんなの偽物かもしれねえじゃねえか」ってあの「取り上げてほしかったら金払え」みたいなこと言ってきたんでもうしょうがないなって思ってあの僕スパチャしたんですよ。 の160円の,あの最安値の一番安い、ね、あの,のが160円だったからスパチャしたんですよだけどその時にそのスパチャする時にコメントを入れてスパチャしないといけないんだけどコメント入れないでスパチャボタンを押しちゃったんですよアップルペイで、うん、押しちゃったんですよね。だだけど普通だったらそこで 高須ミキヤが百六十円スパチャしたら取り上げるじゃないですか。おあ,ありがとうございます。高須ミキヤ先生、あのいつも応援ありがとうございます。百六十円ありがとうございますって普通それが礼儀じゃないですか。だけどガンムシですよ。捨てハゲ何にも触れないの。でコメント欄はあのミキヤがあのスパチャしたから反応しろよってねすごい僕を応援してくれてたのに捨てハゲガンムシですよ。 もうこれね僕本当、ねうん、だってスパチャを無視するってありえないですよこれルール違反っていうかどんな人でもやっぱりスパチャをあげたらそれ取り上げてコメントを読むっていうのがやっぱり世の中のルール暗黙のルールじゃないですかこれ礼儀っていうものなのにあのひろゆきですらスパチャくれた人はちゃんとねあの心を込めて 返答すするじゃないででかか悩み相談とかでもだけどガン無視ですよ捨て上げこれはねほんとね気分悪かったであげくの果てになんか「あ結構これ稼げるな」とかいっぱいスパ,スパチャが来て普通に動画上げるよりこっちの方が得なんじゃねえかって稼げるなみたいなこと言ってたんだけどそんなのねあの今だけだから久しぶりに珍しく配信したから寄ってきてくれてみんなスパチャしただけであって。 これねしょっちゅうやってたらねそんなみんなスパチャしないからそんな儲からないから、うん、そんなことよりもちゃんとね体張った動画上げないともうほんと飽きられるよほんとオワコンになるんでマジでこのスパチャ無視されたのはもう通報しようと思ったんですよ YouTube にスパチャ捨てはげに無視されましたってあの赤番してくださいってねもう通報しようと思ったぐらいでもう今でもしようと思ってるんだけれど、まあ、それであの捨てはげに一言言いたいんだけど あの私に対する謝罪動画をあげなさい、うん、僕は怒っています160円返してください僕のねあのもう心を込めたスパチャ百六十円160円返してくださいマジで、うん、なのであのもし謝罪動画あげなかったらもうガチで YouTube の運営に通報します赤番してくださいってね 通報します私のねスパチャー無視されてもう大変なねあの屈辱を受けましたってねガチでね通報しますんで、うん、なのであの猶予は24時間与えますなので24時間以内に謝罪動画を上げてくださいもう逃げても無駄ですでもしね24時間以内に謝罪動画あげなかったらもうほんと金輪際もう二度と捨てはげには関わりません もう,絶縁しますもうこれ違います。ということでいってらっしゃい